選手が本田選手にレジ打ち取ってるんで、ちょっとそれから最初みんなまあ興味深いだろうからやってますけど、スカート入ってる時に取られたくなかった。基本的にこうやって姿勢よくしてくれてれば基本的には取られないんだけど、この選手がこうやってクローズガードで、まあ、パウンドしたいからちょっとこうやって起き上がったの、立ってきますよ、こう腰立ち上がってきます、立ち上がっててこういう感じになったので、横浜選手うまいのは最初から腕十字狙わないでここ首をこういう感じにしてたの。そうするとカン君はここだとちょっと怖いから多分両手を押してこういう感じに引き離してくるでしょ、ちょっといいかな、初めこういう感じになったの、相手が密着してクローズガードを引っ込んで、で、起き上がってて、ここからだったら、もう胸張ってたら、ここからだと腕順取れないじゃん。ここから押してくるでしょ、こういうふうに。で、そこで、初めて、これで手を取る。で、これ普通の十字手やるすごい基本の技なんだけど、このまま上げてきて、ここを押されてるから相手が上がる。したら、ここをすり替えて、そのまま、こういう感じで。で、相手が耐えてるから、こういう感じで、で、逆側からこう、最終的にこの辺でこう決めてる感じなんだけど、まあ、決め方はその体勢によって変わるけど、まあ、基本的にまず、ここで相手だから押してくる、こういう感じで、で、上がってくる、まあ、であと、もう一個ポイント、さっき説明しなかったんだけど、横山選手の前は、ハイガードにしてる、こういう感じで、ハイガードにしてる方がこっちを取りやすいから、これ低いところに上げるの。こうなりやすいけど、こういう近い時とかにハイガードにしてるから相手体勢窮屈になるから、これでこすっと立ち上がってこういう風になると、どうしてもここで窮屈にこう押さないといけないとしまって、さあここで取る、でそのままパンプラッシュ、このままでハイガードにして、このまま上がってもうちょっと上げてきたらここ取ってもらって、吸って体を入れて、そのままこの感じ、はい、じゃあちょっと基本な感じになるけど、この状態で相手がこう胸とか張ってきたりとか、こういう感じ、この時だったらこれいつも説明してるけど、ここだったら足進まないから、まずこっちの手を押さえてもらって、内側から取って、肩にして押さえる、で足入れ、この手を中に入れてもらって、これをこっち側に回してきてくると、裏手の手入れてあげる、このまま入んないから、そうするとそこで胸張っておいてくれれば抜けるから、こっち側、そうすると逃げれるから、要は。